元の乱、西暦1156年は世の中の状態を一変させました。それはそれまで絶対優位に立っていた藤原氏に代わって平の清盛と源の義朝といった源平領主が時代を担う者として現れてきたからです。しかし領有並び立たずという言葉の通り、両者は保元の乱の3年後の平治の乱で激突、源氏は完全に敗れ去りました。平治の乱以後は平家の全盛時代となり、これと競うものはどこにもなくなり、ことに平の清盛の出世は日の出の勢いで、平治の乱以後7年を経過した仁安2年西暦1167年には11位太政大臣となり、ついに暗い人心を極めることになりました。しかし清盛をはじめとする平家一門の自制心を欠いた名誉と権力を独占する専横を極めた態度に憤り反発する者があちこちから現れてきました。おごれる者平家の前世はただ一時の春の夜の夢のようなものだったのです。日本少女の羽の Oh.